岩倉光美、15歳。今日から東京の高校生です。予感がするの。今日はきっと完璧な一日になる。歌得意だったり？なんも。あ、今の方言？私みたいなタイプ苦手なら、今日無理に話しかけなくていいから。私のことダサいとか思ってんだろうなって考えたら、萎縮しちゃうんだもん。もう少し肩の力を抜いてもいいんじゃない？その方がきっと楽しいよ。もちろん！全校生徒26名の長だったよ。人の心ってわかりません。だから、少しずつ。